メグロケです。シュウです。ユキ。今日の動画は新恋人紹介。気に入っとるやん。ランキングとかおすすめって出てきてるものの中から、あ、これなら視聴者にもおすすめできるんじゃないかなって思うものをいくつかピックアップして、3人それぞれ本当に買いたいものをね選んで購入してきました。はい、第2弾ですから、うん、今回はもしかしたらいいアイテム出てくるかもしれないんで、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行ってみましょう。トップス持ってる人からいきましょう。はい、俺持ってる持ってる。まだ未開封なんでね。僕はランキングの結構上の方にあったシンプルな黒のシャツを買ったんですよ。うん、もう画像こんな感じです。いや、良さそうじゃん。はい、うん、いきますよ。せーの。知らなかった。知らなかった。何それ。おーいお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 い、思わぬ服兵。サイズ感は割と普通のシャツだなっていう感じするんですけど、これいくらだったっけ。1115。いや、1115なら全然いいじゃん。中高生がこれ買う分には別に良くない、うん、確かに。でもなんか買う時にさ、やっぱしっかりディティール全部見た方がいいよね。ね、俺これ知らなかったし、ここミスったな、これは完全に。まあでもサイズ感とシルエットはいいなと思ったんで、俺これ値段を考えての点数だと80点ぐらいは割と出せるアイテムですね、これは。じゃあ次ユキ。はい、僕もこれランキングトップでしたよね。トップだった気がする、その時は。ちょっとじゃあ開けてみます。こちらはですね、そういうタイプか。なんかさ、俺毎回生地に悩まされてる気がする、これ。触ってみ。ああ、はい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 。ちょっと起毛してるタイプのやつだったか、うん、でも今回さ、なんかペラくはないね、ま、ペラくはないです。ペラくはない。ただこの素材って俺冬なんじゃないと思ったんだけど、ちょっと着てみます。じゃあ、はい、はい、こんな感じですね。着た感じはサイズ感は超いいっすよね。うん、これいくら。こちらがですね、1374かな。1300だったらまあありだと思います。ちょっと素材感にびっくりしたけどね。そう、素材感にびっくりする。で、俺もでも点数つけるとしたら80ぐらいは上げていいんじゃないかなって、うんうん、あんまり服にお金かけれないような高校生中学生とかだったらこれはいいアイテムだと思います、うん、トップスは以上かな。はい、結構良かったね。続いてボトムス部門ですね。はいはいはい、ボトムスは僕が購入してます。ランキング入ってはなかったんですけど、フレアデニムって調べて上の方に出てくるものを選びました。欲しいアイテムベースで選んだわけだ。じゃん。え、お、いいんじゃない。ダメージ入ってんだね。そう、ダメージ入ってます。伸縮性ありますよ。すげえ、こんな伸縮性あるんだ。すごいな。一回履いてみます、はい、ちょっと。着た感じはどうですか。いや、まず伸縮性に驚いてます。うん、履き心地めっちゃいい。ダメージがちゃんとダメージですね、これは。はいはい、はい、ダメージライクじゃないです。うん、これいくらなの。2048円。安くない。安い、安いよね。安い、100点近くだぞ、これ。そうだよね、うん、フレア加減もちょうどいいよ。いや、でもね、ちょっとここ太もものダメージあたりから、僕今日黄色いおパンツを履いてるんですけど、うん、黄色いおパンツ見えるんですよね。っていう時のためにちょっともう一個買ってきたんですけど、黄色いおパンツが見えるから何を買ったんですか。黄色いおパンツが見えるから、こちらのね、ティーバッグを買ってきたんですけど。まあこれ履いたら見えないですからね、うん、確かに。ここからちゃんと男性用ティーバッグです、こちらね。まあ履いた感じこんな感じですけど、ちょっと待って、ね、ちょっと待って、ちょっと待って、なんで、なになになに、だいたいインサート流すでしょ。ちょっと待って、多分大モザイクだし、あんた。ピンクで大モザイクはやめ。多分大モザイクなのよ。いや、でもいいセット購入ですね。はい、はい、よかったっす。こちらはパンツ339円。安いで、セット購入でだいたい25ぐらいですね。25だよ、うん、強いよ。いい買い物だね、これ、うん、続いては小物部門です。でっかい順でいきましょう。僕から、これね、バッグのトップだったんですけど、レビューもすっごいついてて、ランキングも上位だったんですけど、これ多分めっちゃいいアイテムです。開けますね、今から。こちらのショルダーバッグを購入しました。おお、まあまず自分で結ぶって。初めて見た。こういう感じですね。こうやって自分で結ぶんで、はい、良さから先にいきます。あ、はいはい、まあ、こういうバッグって基本何もついてないんですけど、中にジップがちゃんとついてて、あー、いいね。中が出ないような作りになってます。すごいいいと思います。あと内ポッケもあります。あるんだ。まあ、商品の
感想としましては、まあ、そもそも俺キャンパス地を想定してたんですよ、うん、カジュアルではない素材感なんですよ。表面だけで言ったらポンチティみたいな、まあ、でもどうなんだろう、こういうのってカジュアル系統の人に振り切ってるものが多いから、うん、まあ、きれいめの人が合わせるんだったらこれ結構いいのかもしれない、うんうん、まあ、だからこういう大きめのショルダーバッグが欲しくてきれいめ系統で合わせたい人にはおすすめできます。でもカジュアル系統の人はキャンパス地じゃないので、まあ、その辺は注意してみてください。なんとこちらのバッグ、はい、906円なので906円だったらもうみんな買ってください。確かにカジュアルな人が日本ですよってないわ。ちょっときれいめな人ですわ。確かにレビュー多くない？あーでも評価高いね。高いよね、うん、あみんな同じこと言って布生地かと思ったらシャカシャカしてる素材レビュー見るの大事だかもね。続いて僕ですね、バケハでございます。はい、ウケーこちら、592円、うん、もうさ、シーンの良くないところはさ、まあいっかなって思っちゃうんだよね、失敗しちゃってもそうだね。これどうですか、これ点数的には20。いや、多分俺が似合ってないだけで、多分似合う人が被ったらかっこいいと思う。次行こっか OK 俺と言ったら、まあ、メガネじゃないですか。はい、なので今回もメガネを買ってきました。行くよ。前回僕メガネ買ったじゃないですか、はい、あの時ちょっとでかいなと思ったんで、うん、レンズの小さいメガネにしました。夏はやっぱ眩しいじゃないですか、だからこうカラーレンズにして日差しも防いでくれる。防げてねえよこういうのだって分かって買ったのよ。自分がどう楽しみたいかで選んで買っていいと思うんですよね。あともうそれってもう遮光目的じゃないよね、うん、これアクセです、目元のアクセです、うん、でもさ、これがさ、じゃあ実際に3000、5000円であって買いますかってなったらやっぱ買えないじゃん。買わないね。でもこれいくらですか？352円です買うじゃんちなみにこれレビュー欄もおもろいからぜひ見てほしい、であとはまあこういうやつなんでさらっといくねTikTok パロディ芸人みたいなあまりの安さに頭に思い浮かんだのはナスカの地上絵ちょっと似てんのやめて。レインボーカラーにしたのは完全にふざけなんですけどクリアな感じのやつとか、あとはブラック系とかはモードが好きな人とかにはめちゃめちゃいいんじゃないかなと思うんですよ、うん、だからこれはきれいめだとさすがに浮いちゃうから、この企画が終わった後は K にあげて、あと運転の時とかねぜひ使ってね。だからこれが対向車できたら俺事故る相手が相手がこれいくらだっけ。295円買うやん買わんってだってこれで笑いが取れるだけだから200円はもうペイしてるから200円はペイした人笑い200円だぜ安い本当友達とのね会話のネタにもなると思うから、うん、ぜひ試してください。これもレビュー欄おもろいですはい、というわけで今日はシーン購入品紹介でした。いかがだったでしょう。まあでも今回は割と全体的に買い物は成功しましたよね、うん、あなたが多分今回一番いい買い物をしたんじゃない、うん、気に入ってしまった。今日紹介したアイテムね、すべて概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。というわけでこのチャンネルではトレンドやおすすめのアイテムなどを紹介していきますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。メンクロのインスタグラム概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ガチャシーンでいってらっしゃいメンクロ後ろ向いた方がいいのかな分かんない大丈夫これってさ、モザイクガンモザイクだから